今日は川崎フロンターレの相馬直樹新監督ですよろしくお願い致しますよろしくお願いします相馬監督新監督ということなんですが、はい、1994年に鹿島アントラーズに入団しその後日本代表のサイドバックとして1998年にはワールドカップフランス大会などで活躍されましたそして昨シーズンは jfl の fc 町田ゼルビアの監督を務められて今シーズンから フルス川崎フロンターレの監督に就任ということなんですがこの古巣のチームから監督就任のお話、はい、要請があったときていうのはその時の心境っていうのはいかかがででしたかそうですねあの、まあ、正直、一言で言うと驚いたまさかというか当時、昨年その時期も町田で監督をしてましたし、はい、まあそこで続けるかどうかという話をしていたところでしたので。うん えー、ましてや、ま,あ、まだ1年目で J リーグの監督もしたことない、ね、僕にタイトルを狙うようなクラブから、ね、お話があったとっいうのはもうそれだけでもう驚いたというのが、はい、それでも引き受けようと思われたわけですすねねそうでタイトルを目指してという今お話がありましたけれども昨シーズンのフロンターレの成績なんですがこちらをご覧いただきたいと思います。 まずはリーグ戦が5位そして天皇杯は4回戦敗退ナビスコカップが3位などなどまあご覧のようになっているんですけれどもその毎年今年こそっていう年がずっと続いていて、うん、なかなか目標に届かないっていうなんかイメージがあるんですけれども、はい、新しい監督としてどういうサッカーを目指していこうと今思われてますか、うん、まああのー やはり非常にこのフロンターレっていうチームは、はい、あの攻撃力もありますし個々、うん、の力っていうのはものすごく強いと思うんですよね。はい、まあその個々がやはり輝くっていうか、うん、あの本当にピッチの上で生き生きと選手たち自身が、ね、積極的にこう自分たちからプレーする。はい まあそういった姿というのをぜひ、ね、ピッチ上で見せたいなと、うん、お見せしたいなというふうに思ってます。うん、まあそとなった上でただまあ楽しいだけでは仕方がないので、はい、その上で勝つという、ねまあ、両方のことを、まあ、いろんなところで僕欲張りと言っているんですけども、はい、あの両方のことをぜ、ね、ひ達成したいなというふうふに思っています、うん、いろいろとこう戦術をこれまでと変えようとかもあるんですかまあいくつかありますけれども、ねはい、まあなかなか、あのー、マリノスさんとも。 はい、結構すぐ試合ありますので、ね、そう第2節でもう、ねはい、神奈川ダービってますからね、はい、ちょっとここではまだ試合を見てということになりますよ、ねはい、ぜ,ひぜひ見に来ていただいた、はい、というふうに思いますそしてあの注目なのはもう一つ新加入選手なんですけれどもえ今年は横浜 F ・マリノスから山瀬浩二選手と田中雄介選手そして東京ベルディから柴崎康成選手が移籍加入でさらに新卒の選手ですとか 期限付き移から戻った久喜の選手を合わせますとご覧のように10名の新戦力を獲得ということなんですがこの皆さん新メンバーの動きいかがでしょうか。そうでですすねあのやはり新しい選手です 当初はやはりちょっと動きも、まあ、話す姿もです、ね、選手同士でまだ固いなという感じはあったんですけどもただ、徐々にやはり、うん、特に新卒選手を含めてやはりプロになってそして川崎に来てくれた選手だなという、はい、それぞれの良さというのを、ね、見せてくれるようになってますので、はいまあ、ぜひ本当に、ね、あのみんなの力新しい選手も含めて力を合わせてそのタイトルに向かっていきたいなというふうふに思っています。うん そしてあの1月24日から宮崎で行われました一次キャンプ、あの新萌岳の噴火で中止になってしまったということなんですが、はい、まあ二次キャンプは、ね、宮,崎宮崎市で行われた、はい、ということなんですけれども、この指導直後のアクシデントっていうのは、やっぱりチームに何か影響ありましたかそうですね、まあ、やはり当然、このキャンプをです、ね、まあ、今、先ほどの話ありましたけれども。はい 新卒の新卒というか新しい選手が多かったので、うん、キャンプでお互いの、ね、距離を縮めると、まあ、そういったこともしたかったんですけれども、はい、ただそれをまあ上回るぐらい、まあ、こっちに戻ってきてからまあキャンプの形で続けたんですけども、はい、選手同士はいい距離を 作ってくれてというか、うん、まあ今考えるとあそういうこともあったねっていう。じゃあそれほど大きなダメージにはならなかったチームとしてはこれが大きなダメージにならなきゃいいなっていう話を当時してたのを、ねえー、覚えてるんですけども、うん、今、この開幕を目の前にして、まあ、そういうものはないなっていうように感じてます、うん、なるほどそしてあのサポーターの皆さん気になっているのがです、ね、今年の新しいユニフォームだと思うんですけれども。はい ロゴと言いますか文字がですね、はい、あの岡本太郎さんがデザインした文字が入っておりまして、うん、まあ岡本太郎さん川崎の出身で今年生誕100周年ということなんですが、はい、あるキーワードが入ってますよね。はい、はい。こちらてどうしてでしょうか。挑むという字が、うん、とてもこうダイナミックな感じで描かれてます,す、ね、けれども、こちら見た時はどのように感じになりました。いやあ、まあもうそのまあ僕自身もこのクラブで、うん、非常にこう。 リスクのあるといいますか本当に優勝を期待されるクラブですから、ねはい、そこで監督指揮を取るということはですね<ー>本当にチャレンジという思っているんですけれども、まあ、やっぱりそこの部分もうぴったりだなというふうに思っていまます、うん、まさにはい、そしてですねここで相馬監督に今シーズンの意気込みを伺いたいと思いますが<う>色紙に書いていただきましたので、はい、ちょっと見せていただけますか。今言っっちちゃいいままししたたけどょと出ましたねは本当 このチャレンジと、はい、もうどんな時も、まも、あ、苦しい時もあると思うんですけども、うん、このチャレンジする気持ちを忘れずにですね、はい、今シーズン戦ってぜひチームと一緒にです、ねうん、サポーターと一緒にタイトルつかみたいなというふうに思ってます初タイトルを目指すということですね。さて期待の開幕戦なんですけれども川崎フロンターレは今週土曜日にホーム等々力競技場でモンテディオ山形との開幕戦を迎えます。